やーだー、アサ <laughs> っコ <laughs> ラブサタ、五百十五回目。回目 <laughs> いや何回やっても <laughs> やっぱ一回三回はできないない。でもなってたよ。<laughs> なってました。<laughs> うん、インスタ、ね、あインスタの方はね、<laughs> うん、そうインスタの真似をしようと思ったんだけど <laughs>。 なんかやっぱね自然にやってるものとそれを真似ようとするとやっぱちょっと不自然感が出ちゃうだいぶ不自然だったないやもう私あのインスタを見るたびにいつでも笑えるわなんかちょっと元気ないとき見るわ三がね一文字の三があれ綺麗に三から始まってるねそうなのそうなのだからちゃんとタイマーは発動してたねそうだねそうなのよ いやもうなんでだろうねいつもさも回ねスタートすると動画から始まるよ,、ねうよね、<laughs> どうしてかしら <laughs> びっくりしちゃうわ <laughs> そりゃ嫌だもう出るよね <laughs> <laughs> いやもうあれは一発でこれでいいねってだって <laughs> <laughs> はい。そして、うん、えっとですね、3にまつわるお話ということで、うん、えー、肉巻きインゲンさんソロキャンプは1年ですが以前に数年間友人たちとキャンプをしていた肉巻きですソロじゃなかったってことだね、うん、ところで3という数字が好まれるのは最も安定した数字だからだと聞いたことがあります 1>, 1以外で最小の割り切れない数字で、うん、図形になっても決して崩れない形になります、うん、まあそれ以外 でもなんかちょうどいいっていのがあるんでしょうねう <laughs> こ,のこの感じがブルサダっぽいね <laughs> なんかちょうどいいっていのがあるんでしょうね,うねそ,うそうなんでしょうね、うん、<laughs> そう思うけどう <laughs> けどけどそして、えー、MT52A 五さん、はい、放送メッセージ読んでいただきありがとうございました、うん、放送中東京タワーの三百三十三メートルで思い出しました私生まれは昭和三十三年です しっかり三年関わっています、意識しなかったな。うん、<laughs> ちなみに昭和三十三年、東京タワーが完成した年であるほか。ブルートレインが運転開始、一、うん、万円札の発行と。日本でと、日本にとって、ちょっとエポックメイキングの年だったのかなと思います。これからも頑張ってください。一<ー>万円札、そうなんだ。昭和三十三年なんだ。ね。ええ<ー>。昭和三十三年って。何かあるです。いろいろ。 そうだね、あるのかもしれない。東京タワーできたり、ね、あれオリンピックは三十あれ三十三じゃないじゃないかな。東京タワーの次の次の年だけあったっけなかったっけなきった。なかったっけな。東京オリンピックだよね。はい。ちょっと調べてみましょう。二千二十で出てきちゃうじゃん。でできちゃいますね。二十一年でね。ちょっと待ってくださいね。千九百六十四年。 ということは、年とは,はい。とはえーと、ちょっと待ってください。千百六十四、そう昭和三十九年。全然後です、ね。全然違いましたね。はい。全然後でした、ね。はい。はい、すみません。 <laughs> 10月10日からということでねそうですねそしてですね先週もラブサタ宛てにメッセージを頂い,いておりまして「チャンバラさんなんかもシティポップリクエスト楽しみですね何しようかな?」とシェアしつつ締め切りに遅れないよう考えたいと思いますなんていう、ねはい、メッセージも頂い,いてるんですがうん、うん、デルコモさんから「うん、シティポップというのは何でしょうか?」 うん、洋楽でしょうか邦楽でしょうかどんなものか分かりませんでした<ー>っていうメッセージも頂い,いていて、うんうん、まあねとても難しいんですよあのなんかき決まったものがないというかまあ,あの <laughs> とりあえず邦楽ですそうです洋楽的な要素を取り入れた,入れた都会的に洗練されたおしゃれな音楽 <laughs> すごいもうなんか暗記しちゃって <laughs> <laughs> 暗記しちゃって。<laughs> そうまあてて1970年代後半から80年代にかけてっていう感じらしいです。うですねうん、はいい、うん、らしいですとしか言いようがないけど、うんまあ、はっきりっていう定義が当,、ね、当時はなんかニューミュージックって、ね、呼ばれていたということで。そうそうそう 皆さんがよくご存知、まあ私たちもよく知ってるのは山下達郎さんだったりとか。大竹一さんとかね、竹内まりやさん、松原美樹さん。あと風間俊樹さん。はい。杏里さんもそうなんだよね。カルロス俊樹さんとかね。オメガトライブはい。いや名曲よ。名曲です。もう絶対に外せない、この方たちは。 来るんじゃないかなと思いますけどね、はい。今ので多分誰かリクエストしてくれそうで、うん、絶対で、ね、外せないって言ったもの。今、うん、外したくない。<laughs> 分かってくれるかな皆さん。そしてですね。はい。あのずっとやっておりましたが、うん、ルートキャンサーさんから。はい。 ところで五月頃に盛り上がったラブソタ五百回記念企画、うん、花歌イントロドン、うん、正解の発表ありましたっけそうなんです, <laughs> んですごめんなさいね商品の発送が遅れるのはラブソタ時間で仕方がないとして、うん、せめて正解くらいは教えてほしいような問題が何だったかを忘れてるってことはないですよね、うん、まさか企画そのものがなかったことになってたりしてまあ正解を教えないっていうのもラブソタらしくていいんですけどね <laughs> けどけどさん出てきちもう答え言っってなかったですねそうでもそもその企画がねはっきりしてなかったもんで、ね、ちょっとなんかふわっとした感じが <laughs> 始まらなくてふわっと終わった感じになりましたけど <laughs> <laughs> な。さのは ミセスダンディが間に挟まっちゃったんでちょっとどうしてもねそっちに力を注いでしまったっていうのもあってすいませんなんかすごいダラダラしてしまい鼻歌イントロドン正解は「はい、ザ・ブームの風になりたいですでしたでしょうねって感じですけどね皆さんもうでもみんなヒントで分かったうあれだって答えあれが全てです本当に。 本当にいやでもいい線ついたと思うんだよなちょっとわかりにくかったかなと思いましたけどもねられはね分かりすぎちゃってもさ確かにヒントなかったら絶対にわかんないだろうってな感じですけどね以前までやってた「花唄にンるのはまだアーティスト枠があったからねあそう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 チャゲハその中でそう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 そいそう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 そ そりゃそうだ私たちはね、うん、ああでもないこうでもない言ってこれいいじゃないって言って盛り上がりましたけど、うん、ねえ。 ということで、その発送はちょっと、あの、遅れてはおりますが、あの、開始しようと思っております。お届けします。あの、ちゃんまろさんがすごく素敵なグッズを作ってくださったので、あの、正解した方に。プレゼントいたします。そして、あの、本当に選べないので、タイトルが。そうなんです。あの、まあ、私、ご了承いただいて。はい。あの。 独断と偏偏見で送っからもうなんか、ね、の包んじゃって、うん、それをもうどんどん入れていけばいいんじゃない、うん、そしたらもうなんか誰がどうとかいうのはないのでにしようかななんて思っておりますのではい、はいはい、送った方。うん 楽しみに待っていてください。<laughs> ちょっと時間かかるかもしれないけどごめんね。そうですね。なんかね <laughs> 何かとねこの事務作業が私たちは遅いんですよ。すよね、誰かお手伝いしてほしいけど。そうなの。うん。ねスタッフがてて。けどけどさん来てくんないかな。<laughs> やるけどってやる <laughs> けどって言いながらやってほしいの。<laughs> やるけどこれはみたいな。<laughs> ずっとけどけど言って <laughs> やるけどこれもやるけど <laughs> これもやるけどってずっとやってほしいな <laughs> 結局全部やってくれたっていう胸がとうみたいな本当にね、はいうん、いや,いやあの、まあ、ちょっと話変わるんですけど、うん、私実は昨日、うん、予防接種ワクチン受けてきたんですよ <laughs>、ね、コロナのそうなんですねはいそして、まあ、左腕に打ったんですけど、うん、やっぱりねあの噂通り 来ましたね。筋肉痛みたいなのが。もう痛いの痛 <laughs> 痛い。痛いんだけど何て言えばいいんだろうほんと筋肉痛みたいな感じで今日でも曲を出す時にパネルタッチパネルタッチっていうのかな、うん、で曲を出したりするんですけど。<laughs>

地味に高かったですね。そうか。ね、なんか二三時ですぐ消えちゃうみたいですけど、ね、でも二回目はね熱出る人も多いっていうから。そうですよ。だからあの金曜日に打たないでくださいね。もう月曜日に確保しましたちゃんと。お願いいたします。はい。みちゃんまだ。まだです。まだ来てない。来てないんだよね。そうなんですよ。なんでこんなに下がるんだろうね。まあ地域にもよるだと思うけどね。まあそそうなんだろうけどさ、そんなに左右されたくないよね。 その上の人の判断でさ。 統一しててやっくれよ思なだって別にさ発送する分にはさ予約がね後になっちゃうかもしれないけどそれはだってほら医療機関の問題もあるからそれはしょうがないとして発送はさそうだよね別にそうだよねだからねまあなんか行くとこに行けばねやれるのかもしれないんですけどまあねあの職場とかでねできるところもあるからそれはもうほんとクーポン なしでできると思うんですけど。うん、ただね、そこうな,、ね、なんかね不思議だよね。うんまあ、これでこうなんかあの区長とかのさフットワークの軽さみたいなのがさ、わかる。わかるよね。人口にもよるじゃん。その年齢で最初は開けてたからとかいうのもあるのかもしれないけどね。うんうん、そんなに変わるでも人口東京都で。 区そうだよね言うてもそんな差はないと思う気がするな私は。さっきね名前名字のさ多いランキングをね送っていただいてたんですよ。の2018年とかでまたちょっとランキングが変わったりするんですけどもっとびっくりしたのは東日本と西日本で順位が全然変わるんですよ。 全国で言うと1位がやっぱ佐藤さん 2>,、うん、2位が鈴木さんでしたね。とか言ってすごい大嘘をこいてしまいましたけど <laughs> 2位でした、うん、で3位が高橋さん、うん、で4位が田中さんでしたね田中さんの方が少ないんだね高橋より、ね、意外だったの私た田中さんの方が多いかなって思ったんだけど、うん、でも東日本だと。 順位が変わりまして、うん、まあ全国だと佐藤、鈴木、高橋、うん、東日本だと鈴木、佐藤、高橋ここ逆転するんですね、うん、鈴木と佐藤がでも高橋は安定のサイじゃない高橋は安定のサイなんです <laughs> <laughs> ただ西日本になると田中、山本、中村になるんだよね山本と中村が入ってくるそうなのうでもこんなに多い佐藤さんが 六位になり、西日本だと。へ<ー>高橋ぐんと下がります。十一位。こんなに違うんだね。<laughs> そんな。う面白いね、地域によって全然違うっていう。まあでもそっか、地域にちなんでつけられたとかもね,もねあったりするからね。ただ関東なんだね、高橋とかは。そうだね。きっと, <laughs> きっとね。そう多かったんだよ。な、うん、私も中学校時代。佐藤。 高橋が多かったのっ佐藤さんよくいたね佐藤さんは多いね佐藤さん多い佐藤さん佐藤くん <laughs> 佐藤くん多かった私が前仕事してたところはめ珍しいところで飯島さんが多かったのと飯島さん三人いた時やったからねそれはすごいね女の子だけでへえ<ー>。であとはもう,もう田中さんが多かったうんだからすごいよね ヤング田中とか、<laughs> なんか名前の付け方がもう下の名前で呼んだり、<laughs> うん、もうヤングはさみたいなヤングの方ねっていう。<か>で,でもやっぱ <laughs> 同じ名字になるとそうなるよね。うん、私も前の職場で清水さんって方二人いたんですよ。うん、でどっちもあのまあわとこう年齢が上の方で、うん、あの役職疲れてる方だから。うん あの、な,なん、て言えばいいんだろう。こう、すみけとして。うん、見た目で。うん、黒い方と白い方で言われてて。<laughs> 白清水。黒清水 <laughs>。って言われてたんですよ。難しい。あ聞いてないよな。だ多分大丈夫だと思う。そうよね。まさかね、<laughs> うん、上司の方、下の名前で呼べないもん、ね。呼べない。そうだよ、ね。そう。あの、なんか清水さんがみたいな感じの時に。うん あ、どっちの、あ、黒清水さんです。<laughs> 普通にみんなそういうふうに言ったりしてて。なんか。そう、あの、初めて聞いた時はちょっと笑っちゃったね。ね<ー>白清水って何ですか。<laughs> <laughs> 肌が白いんだよみたいな。 いましたね同じ名字だとそうなっちゃうねやっぱね難しい加藤ってでも意外といないんだよな周りに私ね一人いた名前の職場であっほんいいちゃんって呼んでたなんかいそうなのにねそんなにいないそうね職場とかでもかぶったことないんだよあ本当に一人いるかなってぐらいかなだってでも加藤さんだって全国で 言うと、あ、あ、十位。やっぱり？全国でね。でしょうん？う東日本で言うと八位。ん<ー><く>うん。中途半端。そうだね。すごく。うん。中途何とも言えない。だからもうめちゃくちゃさ憧れたの。 変わった名前にわかるよ。わかる？すごいわかるよ。だって私なんて加藤もさ中途半端な系なんですけど、美智子だっているよ。そうだね。もうさ定なんていうの定番中のド定番じゃない。美智子さんでも上の方に多いかもね。そうね。何せほら美智子様の世代の時だから。そうだよ流行ったのかな。流行ったんじゃないかと思われるんですけど。 古風な名前珍しい名前くれ子じゃないやつがよかわかるよすごい憧れたものだって私なんか3位なんだから高橋さんってそうだよねそうだよもうとにかく高橋じゃない名前になりたいそしたらもう結婚するしかないじゃんそうだよねうん何になるってもうすごいウキウキして考えたりしてるよね結果 一文字入ってるっていうね <laughs> そんなに変わらなかったっていう名前がほんまに変わらないんだよねでも私本当田中さん佐藤さんとか本当そういうこと加藤さんとかの名前は避けたいなって <laughs> <laughs> 思ってだってランキングそんな変わんないから気持ちの変化がないなって思ってたけどそうね、うん、しかもなんかさ例えばじゃあ鈴木さんになったとしてさ、うん 鈴木さんって呼ばれた時にさ、うん、もうなんか、あのただでさ、結婚して、苗、うん、字に慣れてなくて、反応できない。プラス、うんうん、鈴木さんが多いから、反応できないみたいな。<laughs> そう、ね、なんだ。確かに。すごい難しいラインだよね <laughs>、うん。そう、多いとね。うん、そうなん。でも、今、その、自分の名前、まあ、あの、旧姓じゃなくて。結婚した後に、変わった、その名前は、うん、ランキングには入ってない。ああ。 みっちゃんも入ってない。よね珍しいよね。私意外と珍しい目の。うん、あれは。何、東北の。ほう、ね。青森。 独特の特有の名前なのかね。やっぱなんか地域ってあるもんね。その名前が多い地域ってね。沖縄とかね、もうなんか何個かある。島袋さんとかね。いや、逗子さんとか。そうそうそう。それこそね、あのボクサ、ボクシングの。ね、えっと、渡嘉敷さんとか、後なんだっけ。あのうちの割と近所に住んでらっしゃる。名前あれか、具志堅さん。あ、具志堅さん。そうそうそう。 でした。久美さん家の近,ん近所ではないかな。<laughs> 近所ではないかもしれない。でも見かけました。ふじやに入っていくところを見かけました。私も。でも伍士さんとか珍しくていいね。うん、そうだね。でも沖縄は多くないの？伍士健さん。いや多いんじゃない？いよねきっとね。近所、うん、さんもいるよ。<laughs> そうそう。ね、金城っていうのかな？でも私の知り合いの方は金城さんだった。うん。うん、だっただった。 近所って言うんだと思って、めっちゃいいなって思ってますけど、ね、そうね、今ちょっと具志堅美智子って名前、具志堅？すごい強そう、具志堅美智子さん、なんか今想像したらすごい、うん、でもなんかあの雰囲気は別に、そうだね、悪くない気がする。具志堅美智子ってそのなんなんていう、互感っていうか、うん、ちょっとなんかさ洋、うん、物っぽい感じじゃない？あ <laughs> となん <laughs> 具志堅浅見よりも合ってる気がする、うん、<laughs> いいないなんかそういうねいちょっと憧れましたけど、うん、なかなか3、うん、ね3もいろいろありましたねそう先週は 先週テーマ決めた時にどんなメッセージくるのか見、ね、てちょっと想像はつかないなって言ってたんですけど、ね、ちょっとシュールな回になるかもねなんて言ってたけどウルトラマンからの,そのテーマがすごい難しくてい <laughs> <laughs> いろいろ考え、まあ、ヒーロー系とかねそそうそう,そう、うん、好きな怪獣とかね、うん、考えましたけどなかなかそっからもう3に行くっていうね。<laughs> <laughs> <laughs> いっちゃったよ。ねいやもう浅見さ,さんのヴィンテージは話が強かったそうだね。<laughs> 今もうドハマりしていますヴィンテージカサノ。<laughs> 見てる人いるかな？ネットフリックスのねえ、うん、どうだろう？スタジオドラゴンの。もう浅見さ,さんは朝からずっと話してました。もうね毎日一時過ぎぐらいまでなっちゃう。 お子さん寝かかせてからと、ね、にいろいろモロモロやって終わるのが11時ぐらいだから、うん、よし見るぞと思って11時ぐらいから見出して大体長いよね1話 1>、うん、韓国って 1>, 1時間以上は当たり前だ、ね、あるよね,そうだ,よねだからね1時間で終わる時ちょっと早いなって思,うもんね思っちゃう <laughs>、うん、ああ1時間なんだってそうたまに和数でさ、うん ある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  <laughs> ある早い時うそう,そうあれはこう切りがいいとこでと,こ、ね、とかもあるんだよねきっとでも何であんなにさ面白い展開にできるの韓国って <laughs> 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 絶対見たくなっちゃう終わり方するじゃん、ね、そうもうだから本当にね構えるんですよ私見始める時ってん、うん、止まらなくなるの分かってるからもうすぐこの2日で見切るみたいな感じになっちゃうから。 でみっちゃんさこんなに韓国ドラマ好きじゃん、うん、なぜネットフリックス入らない <laughs> でもほら全般好きなわけではないからさ韓国ドラマそそうそう。好きな俳優さんが出てたら見るけど、うんうん なんかそうなそうなのそうそうそうだからアサミさんとかミュアさんの方が多分もっといっぱい見てると思うよああでもそうかもねミュアさんはめちゃくちゃ見てるミュアさんめちゃくちゃ見てるこれってとか言ってあもう見ましたみたいなそうなんすかみたいなよく言ってるよく言ってるすごいよねでもなんか基本そんなに詳細覚えてないそうなミュアさん面白いか面白くないかっていうのを覚えてるけど そこが美和さんのいいとこだか <laughs> それがいいとこだ本当に <laughs> いやだからもう本当と私ネットフリックスかじりついてます今結構充実してるからまあそうだよね、うん、次から次へと出てくるいやでもヴィンセンツ面白いね <laughs> 面白いもう来週もまたこれ持ちきりですでもこうみっちゃんとシェアできないからさそうなんだよねとっけみだったらすっごいシェアできるから <laughs> 今日なんか二人ともさ真っ黒なんだよねそうなのうまた死神さんみたいになっちゃうね <laughs> そして今日みやこ姉さんももう黒っぽいワンピースでみんなもうなんか似てる感じ <laughs> どうしちゃったのかしら今日そうだねなんか黒の気分でも私なんかインナーがちょっとあの明るめ入れていたんだけど <laughs> インスタで確認できたかしらいやこれはわかんないインスタじゃわかんないんじゃないかな,かな <laughs> 暗闇の中で着替えるからね <laughs> 意外とね色が出てたっていうね、はあ、そうなんです恥ずかしい <laughs>